皆さんこんにちは、みーチャンネルです。本日はソリオバンディットに乗ってドライブをしていきたいと思います。ただのドライブ動画ではつまらないと思ったので、ソリオバンディットの内外装動画を撮っていて気づいたいい点悪い点の話を交えながらいきたいと思います。コンパクトハイトワゴンにはライバルが多く存在するので、少しでも参考になれば嬉しいです。それでは早速スタートです。まずいい点ですが、ソリオバンディットはとてもコスパのいい車だなと思っています。先日の内外装動画でもご紹介したんですが、ハイブリッド車ということもあり燃費も良く、またモーターアシストもあるので 1.2 リッターエンジンとは思えないくらい力強く走ってくれます。ヘッドライトやフォグランプは LED 仕様になっていて、内外装ともとてもスポーティーでかっこよく仕上がっていると思います。またスライドドアやサンシェードだったりバックテーブルもついているので、オプション設定をしなくてもある程度の装備があるので、後席に人の乗ることの多い人、特に子育て世代にはかなり魅力的な車になっているのかなと思います。また子育て世代ではない方でも若い方や女性など、このコンパクトボディは結構運転しやすいと思いますし、また視界が広いので安心して走れるなと感じます。私的には後席でご飯を食べれるのがすごく魅力があって、今のご時世的なのもあるんですが、例えばマクドナルドなどのファストフード店に行って客席で食べれないという時があっても、車でゆっくり食べることができるのでとても嬉しいと思います。食べる場所を考えなくていいっていうのはこのご時世すごくありがたいですし、車って部屋みたいですごく落ち着くのでポイントが高いのかなと思います。またサンシェードもあるので周りの目も気になりませんし、日差しもカットしてくれるので夏場には嬉しいですし、ゆっくり過ごすことができるなと思います。後席も広々しているので休憩にももってこいの車だなと感じています。あと内外装動画でもご紹介したんですが、このウォークインスルーが本当に便利だなと思います。雨の時って傘差しながら前のドアから入るのって結構大変じゃないですか。そういう時も後席のスライドドアから中に入ってしまえば、外に出なくても前後に移動できるのでいいなと思いました。あとこれは実際に私が友達から聞いた話なんですが、ソリオに乗っていて後席で寝ている子供のところに移動しようと思った時に、ドアを返して出るとドアを閉めた音で赤ちゃんが起きちゃったりするそうなんですよ。そういう時にドアを使わないウォークインスルーは重宝していると聞きました。確かにドアのバタンって音で起こしちゃう可能性もあるので、そういう意味でもウォークインスルーは使えるんだなと思いました。あとそれに付随した話なんですが、ソリオバンディットってアイドリングストップからの復旧がとても静かでした。実際走ってみて意識しないとわからないぐらい静かで、これも子育て世代には特に嬉しいですよね。ここまで聞いてやはりソリオはコンパクトハイトワゴンの先駆けだからすごいなって思う方もいらっしゃると思うんですが、今回は購入検討で見てくださっている方もいらっしゃると思うので、私が感じた直してほしいなと思う点も話していきたいと思います。まず直してほしい点、一つ目が乗り心地です。これは完全に個人差があるので何とも言えない部分があるんですが、私は今回走行してみて路面の突き上げをダイレクトに感じました。乗り心地はどうだろうって意識した部分があるからかもしれませんが、デコボコ道ではそのまま体に振動を感じて、深いとまではいきませんが、もう少し衝撃を吸収してくれたら嬉しいなと感じました。あともう一点が、シート表面がツヤツヤしたジャージ素材になっているので、座っていて少し滑るなという印象がありました。ジャージ素材は肌触りが良くて、光の当たり方によってはシートのデザインが立体っぽく見えてとてもいい面もあるんですが、今回は路面の突き上げを感じる乗り心地なので、ここに滑る感覚を与えるとさらに乗り心地の悪さを後押しするような形になるので、これはちょっともったいないなと思いました。価格からして乗り心地改善が難しいのであれば、シートは滑りにくい起毛素材にして、あえて摩擦を生かすのも逆に良かったのかなとも思いました。今回はその2点が私の気になった部分ではあるんですが、価格、内外装、燃費、エンジン性能や装備などトータルで考えると、ソリオはコスパのいい売れる車かなと思います。今回の動画が参考になった方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。
コメントもすべて拝見していますので、残してくれると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。